愛媛 CATV、 愛媛のお得な情報満載、大人ライフマガジンお得。7月14日道温泉北方の桜の湯観光物産センターで今年度第2回目の家族で楽しむホッチョ市が行われました。これはコロナ禍により落ち込んだ東温市を盛り上げようと始まったイベントで、東温市観光物産協会が地元の生産者や事業者らと協力して年4回行っています。会場では東温市の物産品や旬の野菜などが販売されていたほか、グルメを楽しめる出店、愛媛 FC によるキックターゲットやウチワペイントなどおよそ18のブースが設けられていました。もともとは年に1回ファミリーフェスティバルっていうイベントをこちら東市の観光物産センターで開催していたんですけども、コロナ禍もありまして、うちの農産物直売所の生産者の方や東市の市内の事業所さんのサポートというか一緒に何かやっていけたらなということで年4回イベントを開催するようになりました。また地域の子どもが通うダンススクールの仲間で結成されたグループザスファンクダンスや桜夢太鼓武道などステージイベントが行われました。とにかく楽しんで頑張りたいと思います。みんなに笑顔を届けれるように頑張ります。あいにくの雨の中にもかかわらず一糸乱れるダンスを見せ会場をさらに盛り上げました。ダンスの発表会できました。いちご日和です。楽しいです。この日のステージイベントの鳥は東温市で活動している歌手ハイドローさんです。アコースティックギターを手に J-POP のカバー曲を熱唱していました。前々から東温市に住んでいるのでこのイベントが行われていることは前から知っていて、で僕は音楽活動していて東温市に何かこう音楽で何か貢献したいという話をしていたところ、関係者の方の知り合いから、じゃあ出ないかという話をいただいて今こういうふうになっています。この日はあいにくの天気にもかかわらず多くの来場客でにぎわっていたホッチョ市、地元を活気づけるイベントとしてさらに盛り上がっていくことを期待されています。